エスサールに渋谷ザニー。1985年1月1日帯は、日本のファッションデザイナー。国連 UNHCR 協会協力委員。公益財団法人日本財団プロジェクトアドバイザー。旧ビルマ旧首都ヤンゴンに生まれる。1993年、8歳の時に、軍事政権の弾圧を逃れ、家族と共に、 日本へ亡命。現在は日本国籍を取得。渋谷の姓は自分の中で母体としている渋谷の町から取ったと語る。旧ビルマ貴族階級出身で大学教授であった父方の祖父と、旧ビルマ独立義勇軍で陸軍総長を務めた母方の祖父を持つ。幼少期、ミャンマーで民主化運動をしていた父が1988年の軍事クーデター後、 弾圧を逃れて日本へ渡る。1993年、自身が8歳の時に母と共に政治難民として来日した。小中高と日本の学校へ通い、雑誌モデルの仕事をしながら、アジア大学国際関係学部国際関係学科に入学。在学中はアメリカ外交の研究をし、2年次ではアメリカ。 ワシントン州のウエスタン・ワシントン・ユニバーシティへ留学。大学在学中に、モデルとして、ファッション業界に入る。渋谷109の2のビルボード広告に出演したのを、最後にモデルを引退。2007年の大学卒業後に、フリーランスのファッションデザイナーとして、数社のアパレルブランドと契約。 テレビドラマやミュージシャンのステージ衣装、NTT ドコモレーシングチームのユニフォームなどを手掛ける。2007年、国際連合難民高等弁務官事務所日本の、冊子で自らが難民であることを告白し、仕事で関係する、アパレル企業の協力を得て、UNHCR への基金活動を開始する。以後、UNHCR にて、障害アドバイザーの役割を果たす。 2008年、フランスの通信社 AFP 通信に取り上げられ、フランス国内をはじめとする、海外メディアに、シンジケートで配信される。2009年6月、ユニクロの UT、UNHCR チャリティ T シャツプロジェクトに、安藤忠夫、坂本隆一、草間や生らと共に、同プロジェクトに参加。2010年1月13日、 新宿伊勢丹面図鑑にて、イタリア人デザイナーのアルビエロ・マルティーニのブランドである、プリマクラッセとのコラボレーションを開始。渋谷ザニーのプロデュースによる、スワロフスキーディテール加工や、マルコ・ポーロの死のペイントなどの新宿伊勢丹のみのオリジナルデザインを展開する。そのデザインには、大海原を後悔する小舟に流れる風を、スワロフスキーで表現し、 プリマクラッセの世界地図をモチーフにしたキャンバスデザインにマルコ・ポーロの死の一節クアンテ・ボルテ・ホー・ペンサト・ディ・フェロン・ビアジョー・パー・バデレ・モール・テ・コス・ヌ・オーベ・パッサレ・ログランガ・メア・パー・イクド・新たなる発見をするために旅に出ようと考えたことだろう。さあ、海を渡ろう。を描いている。2011年2月23日、ファッションデザイナー・桂由美により、 ユミカツラコレクションにてデザインを担当。ことなら、京都の古美術品、肉筆画を使用した、新紙服を発表。その後、2011年5月20日の NHK のトークショーにて、ことの優れた、日本の職人たちと時空を超えて、共に作品を制作したかったと語っている。コレクションでは、韓流アーティスト超新星、ビーストが着用。 2011年11月1日ファッションブランド、サールニを設立する。2012年6月16日ミャンマー、民主化運動指導者アウンサンスーチーが、ノルウェーで1991年に受賞した、ノーベル平和賞の受賞演説を行った際に、着用していた、民族衣装をデザインしている。2013年2月7日、ミャンマーの民主化に伴い、 20年ぶりのミャンマーに帰郷。その際、NHK ワールドと TBS ニュース23記者団も同行。その帰郷の内容は NHK ワールドニュースリンで2013年4月12日にて渋谷ザニーの帰郷のタイトルで世界17カ国で放送される。そして、 2013年4月15日 TBS ニュー23コーナー特集として渋谷ザニーの20年ぶりのミャンマーへの帰郷と題して放送される。2014年10月15日から12月24日放送日本のテレビドラマファーストクラス2で夏木マリの衣装をメインに商品を提供。 2015年3月25日サールにブライダルコレクションを表参道アルモニーソルーナにて発表2015年9月28日サールに既製服コレクションのオンラインショップを開業2015年10月29日と10月30日にサールにの春夏のコレクションを発表 WWD ジャパンオンラインではデザイナーの渋谷ザニーが 自身のブランドザニーのフルコレクションを発表。10月29日から2日間、4月に立ち上げた新会社ザニーの六本家のオフィス検証ルームで2016年春夏、コレクション展示会を開いた。ブランドコンセプトについて、上質なものづくりにこだわった。ノージェンダーで、幅広い層をターゲットにし、家族の誰もに愛されるブランドにしたいと述べた。 2016年7月27日、自民党日本ミャンマー友好国会議員連盟の議員団に同行し、ミャンマーへ訪問した。ありがとうございます。